農家あるあるだよね、それね、うん、なんか本当にいろいろやられてますね。おいおいね、また動画でもね、紹介できるやりたいですね。長野県産シャインマスカットはもしかしたら新井さんが作ってるかもしれない。ブドウの美味しい見分け方ってあるんですか？見分け方ね、あのシャインマスカットぬか漬けしてみましたみたいなやつあって、わすげえこれと思って、リンゴできるかなとかって意外に思っちゃったりしちゃったけどね。いいですね。また贅沢な。メロンの漬物とかも確かにありますもんね。ある。だから方向性的にはでも、ね、あるんだよ、リンゴの漬物って。あ、そうなんですか。あるんだよ。劣化したリンゴでどうにかできないかなってずっと思ってて、うん、結構こう調べてたりすると。うん、青森の方でリンゴの漬物ってな出てたりするんだよね。そうなんですね。始まってます。あ、始まってました。すいません、アレさん、始まってました。というわけで後半は場所を移動して、リンゴ畑にお邪魔して、そちらでリンゴのことについて話を聞いていきたいと思います。さあ行くぞ。また引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。今は何品種ぐらい作られてるんですか、リンゴ？うちは富士、うん、ゴールド、うん、まあ、珍しいところで言えばホッペ、まあ、ホッペ、はいはい、うんうん、名月とか、あ、名月も一部ちょっと、うん、スイート、あ、スイート、シナノスイートですね、うん、あと秋映え。じゃあ結構長野県品種、そうですね、ですね、やっぱり地元っていうか地元、やっぱり長野っていう長野県が作った品種っていうのを大事にされてる、ね、大事にしてますね。じゃあブドウもリンゴもやっぱそういう方針なんですね。そうですね、やっぱ長野にいる以上は頑張らないといけないかなって。でも美味しいですね。うまいと思いますからね。うちも結構シナノ何々はシナノ何々がね、はい、ドルチェとか、あ、うちもドルチェある。あ、そういえばそうですね、あ、ドルチェも好きなんですよ。ジャムが人気で、ね、香りがすごくいいから、いいね、そう、甘いし、甘いし、ね、香りもあるしっていうので、確かに甘いもん。そう、シナノドルチェのジャムはすごく人気なんですよ。今作業的には初見が控えてるっていう感じですかね。まあ見ての通り、はい、摘果は終わってる。摘果ね、そうですね。こんな量落とすのかっていうくらい落とすからね。そうですよね。なんかやりようないかなって毎年思うんですけど。そうですね、うん、それをずっと長年これも思ってて、うん、ですよね。ちょっといろいろ当たってみて、うん、ちょっと来年ちょっともしかしたら商品化ができるんじゃないかと。このテキコリンゴ、テキコリンゴを使って、すごい。それはそれってうちも、あ、全然全然、マジですか。協力していただければ、それすごい。それはまたおいおいね、また動画でもね、紹介できれば。やりたいですね。もう何回も言ってるんですよ、この動画でも。テキカリンゴですって言って、これもなんかできないかなとか言って、もう俺も長、それはね、長年ずっと俺もずっともったいないなっていうのはもうずっと思ってたんで、これをどうにかできれば農家さんにもすごい助かるんじゃないかなって思ってるんで、実際こう拾うとなると、それはそれでまためちゃくちゃ大変ですよね。大変は大変ですけど、あんまり傷はつけてほしくないって言われてるんで、ちょっとその辺はね、あの農家さんちょっと大変なのかなっていう。じゃあこう適化しながらカゴとかして、あ、カゴこうやってそれはそれで大変、大変ですけどね。なるほど、それはぜひなんか続報があったらお伝えしていきたいなと思います。そうですね、はい、今ふとちょっと思ったんだけど、うん、今ちょっと新しい試みで、うん、リンゴの形を変えてみようかと。へ、まあ、もちろんリンゴ農家だって分かると思うけど、うんうんうん、このちっちゃい段階で段階、うん、カバーをかけて、枠っていうかフレームみたいな、ね、はいはい、スイカとかで四角いリンゴ、あの、スイカとかありますよね。 あれの応用版のちょっとリンゴを、うん、リンゴでちょっと試験的に試してみようかなと。もうやってるんですか？来年から。来年、おお。ちょっとあの一社協力してくれるとこあって、その方を作ってもらって、はい、まあ、ハートならハートで、あとは柄物をちょっと入れたり見たりしてみようかな。柄っていうのは日焼けで、日焼けの関係である程度その何かできないかなっていう。じゃあナイレリンゴみたいなことができる。ああ、そうですね。あ、めちゃくちゃいいですね。贈答用とかだとさらに、そうですね、喜ばれる。結婚式場とかで使ってもらったりとか、引き出物とか。なるほど、これぜひまたこのチャンネルでも取り上げさせてもらえて。ぜひ。いいですか？なんか本当にいろいろやられてますね。好きなんだ。好奇心。好奇心。できないんかなっていうところから始まっちゃうと、うん、こういても立ってもいられなくなっちゃうんで、
すぐ実行に移しちゃう。なるほど。いつ考えるんですか、こんなやったら面白いなっていうのは。何かしらこういう映像とか見てて、うん、それこそまあ四角いスイカがなんてよくね、ニュースとかでよく出てるじゃないですか、うんうん、まああいうのでああできるんじゃねえかな、あれリンゴできねえかなみたいなことを思うともう止まらない、止まらない、できるんかできないんかをはっきりさせたい、させたいんだ、もう白黒はっきりさせたいって、ハンドクリームとかね、一回それは問い合わせはしてみたんだけど、うん、やっぱりこういう美容系とかは難しいらしくて、で消毒がかかってるかかってないとかね、いろいろな問題が出てきちゃうんで、すごい難しいですよっていう、やってできないことはないですけどって言われて、よりこうお手軽じゃないですけど、なんかできそうなの、はいはいはい、だからああいうジープとかもなんか見ちゃうと買っちゃうしみたいなことってことそうそうそう、好奇心でね、すごいっすね、比較的みんなどうかにつながればっていう、あ、まあああいう乗り物はそうだけどね、はいはい、うん、あんまりでもね、うん、食べないんだよね、人んちのリンゴってあんま食べない、確かに確かに、あのノーカールあるだよねそれね、うん、リンゴとかブドウよく食べるんでしょってよく言われるんだけど、うんうん、食べないよねあんまり、確かに食べない、あくまで商品としか見てないから、なんかいつでもこう食べられるって思っちゃうからなのか、うん、あんまりこうがっついては食べない、あともしかしたらだからその食べてうちのがうまいなって思った時に何て言っていいか分かんないとかあるんじゃないあるそれはあるたまに ね、うん、美味しいねって言って言うけど、うんうんね、絶対企画とかで一般の人にどっちA と B のリンゴでどっちが美味しいですかとかリンゴ聞きみたいな、そういう企画者ここの中が悪くなっちゃうかもしれないはい、というわけで、新井さんのリンゴが買いたいという方はこちらの概要欄からチェックしていただいて、ぜひお願いします、うちのリンゴと新井さんのリンゴ食べ比べなんてことはあまりやらないようにしていただいてどっちもでも美味しいんでね、新井さんのリンゴは概要欄から、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、というわけで今日は一日新井さんの畑にお邪魔して、新井さんからいろいろお話を聞いたり、先週はジープに乗せてもらったりとめちゃくちゃ楽しませてもらいました、すごく勉強になったし、何よりこのね高山村についての PR もできたんじゃないかなって思ってます。この動画が面白いなと思った方はぜひ高評価していただいて、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。畔上さんファームの X そして Instagram もやっておりますので、そちらのフォローもお待ちしております。リンゴのご注文お問い合わせ、そして新井さんの農園に関する情報も概要欄に載ってますので、そちらのチェックもよろしくお願いします。というわけで引き続き新井さんも僕も作業を頑張っていきたいと思います。では以上、畔上さんファームの横さんと三山農園の新井さんでした。ありがとうございました。太陽のリンゴジュースソレイユ、畔上さんファーム楽天市場店にて絶賛発売中です。ぜひ概要欄からチェックしてみていただけたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。